はい。皆さん、こんにちは。ワンダリオリュウジです。今回は、新ギレンの予防ベリーハードチャレンジ、ガルマ編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、ホワイトベース隊を北米で迎え撃って、これを撃破することに成功しています。それによって、名実ともに地球方面軍司令に着任することができたというのが前回です。今回はその続きです。ギレンからはですね、拠点12を確保したらジャブロー攻略作戦が発動できるという内容があったと思いますので、今回は地球上の連邦軍の拠点を制圧して回りたいというふうに思っています。まず最初の攻撃攻略目標をここオーストラリアトリントン基地に定めて部隊の発進準備を進めています。いくつか編入させた人たちいます。まずはガトーとかですね。ガトーはですね、サイド3本国にいたのでこれを引き抜きました。まあサイド3本国に敵が攻めてくるということもあまりないですからね。あとはですね、ジョニーライデン、これはグラナダにいましたのでこのジョニーライデンも引き抜いています。あとはサイクロプス隊とシーマガラフですね。シーマ様もですねサイド3本国にいたので引き抜いたという状態です。これらを使っていきましょう。まずは要請しておいたガウ攻撃空母、これに乗せていきましょう。ガウはですね全部推進力をマックスまで強化してあります。足が遅いガウほど使いにくいものはないので足の速いガウにしたというところですね。あとはグフ、これを要請で確保してあります。これらをね惜しみなく使っていきましょう。で、この後ですね、連邦が、まず間違いなく、オデッサ作戦を発動してきますので、そのオデッサ作戦にね、対する対策もね、しっかり練っておきたいと思います。で、ガウはね、推進力マックスまで改造したというお話をしましたけども、ガウ以外ではですね、ガルマが乗っている専用ザク、これもマックスまで改造しました。ガルマがね、撃破されてしまうと、その時点でゲームオーバーになってしまうので、少しでもガルマが撃破されにくい状態を作るためにマックス改造してあります。そもそもガルマをね、前線に出さないというのが一番いいと思うんですけども、戦力的には、ベリーハードだと、連邦に対して、劣勢というケースが多いので、ガルマのね、前線に出撃してもらうケースというのが多くなってくるかなと思います。続いて妖精ですが、ズゴック、これが新しく妖精可能になってますので、ズゴックをね、ちょっと数用意しておきたいと思います。発言力がだいぶ少なくなってきてるので、節約したいところですが、ズゴック、あとこの後出てくるであろうドム、これにはね、惜しみなく、妖精を、発言力を使って行っていきたいかなと思っています。ドムまで手に入ればですね、ほとんどのケースで、防衛には問題がなくなるかなと思います。オデッサにも、連邦が侵入し始めてますね。オデッサ作戦を食らうとかなり厳しくなるので。敵部隊の反応はありません。我が軍の勝利です。ドワッジが新しく配備されてますね。まだ養成できる状態ではなかったと思うんですけども、宇宙から地上に降下してきた、援軍扱いになっている非コントロール下の部隊に関してはドワッジがいるのが確認できたので、そろそろガルマも養成でドワッジ、またドムですよね、ドムの要請ができるかもしれませんね。これは確認しておきたいと思います。そしたらもう要請するモビルスーツをドムに全振りしていきたいので。では要請のリスト見ます。ズゴックも指揮官機が来てますね。で、それに、待望のドムが来てるかというと、プロトタイプドムは来てるんですが、まだ量産タイプのドムは来てませんので、要請は一旦見送ります。で、この後は、ガウ攻撃空母、ガルマ指揮のもと、全軍、突入していきます。これで一気に、ここ、
トリントン基地を攻略してしまいましょう。できればね、外に出てるフィッシュアイを解除した状態で進められると、多分むちゃくちゃ楽に戦えるかなと思うので、速攻をね、狙って全軍で突入します。で、オデッサにそろそろ部隊を、増援として派遣しておかないと、オデッサが陥落する恐れもあるので、オデッサの防衛について、ちょっとね、検討しておきたいかなと思います。では、トリントン基地侵入してます。敵の部隊数、そこそこいますが、味方の方が圧倒的に部隊数は多いので、このまま部隊を進めていきましょう。一番嫌なのがね、変な形で、ガウが落とされてしまって、中のモビルスーツが損傷するというのが一番嫌なので、そういう展開にならないようにだけは気をつけたいかなと思います。あとはガルマですね。ガルマが落とされてしまうと、もうそれもそれで全く目も当てられない状況と。いうことになるので、そのあたりもね、しっかり注意を払っていきましょう。図国隊、極隊は、海を進んでいきます。海を進んでいくといきなり敵の中心部に攻撃仕掛けられる。これもね、大きいですよね。では、モビルスーツ隊、発進させていきましょう。まずは拠点を確保したいので、ザ・キャノンを1個下ろして、あとは、ここでね、ジョニー・ライデン含めたこの部隊が精鋭中の精鋭ということになるので、これを繰り出していきましょう。さらにね、ガトーを率いる部隊も精鋭中の精鋭と言えると思います。ザ・キャノンは遠距離攻撃が効くので、早め早めに遠距離攻撃仕掛けていきましょう。水陸両用モビルスーツ隊は、まずはね、邪魔臭いフィッシュアイ。これを一掃して回りました。フィッシュアイ何気にね、撃沈しづらい機体なので、集中攻撃を浴びせて一気にね、仕留め切ってしまいます。ガルマも出しましょう、もう。出し渋っててもしょうがないので。ただ、最悪の事態に備えてですね、ガルマを最高峰に控えます。これだったらね、よもや、やられてしまうということはないかなと思います。で、一部のガウ攻撃空母は敵の奥深くまで侵入しちゃいます。これで速攻を決めましょう。敵の基地中心部さえ抑えれば、勝利はもうほぼ確実ですからね。敵はこれジムストライカーかな。もう送り込んできてますね、モビルスーツ隊を。索敵がね、うまく入らないとなかなかきついなっていう感じもあるんですが、グフであれば問題なく倒せます。フィッシュアイも撃破しましたね。寄ってたかりましたからね。では基地中心部に向かって進軍を続けます。まずは強力なグフですね。このグフ隊を当てましょう。索敵入ってほしいなぁ。あんまりっていうか全く入らなかったな、索敵がね。これはちょっと残念ですが、進みます。ジョニー・ライデンもいるこの部隊は、期待をしている部隊ですね。ここで、むしろ決め切るぐらいの覚悟を持って索敵をしっかり行いました。索敵しきれてないところもありますが、これで戦況を見守ります。この時点でのグフはかなり強力なので、61式のタンクと、あとはジムストライカーであればね、先ほどご覧いただいたように格闘で仕留めきれるかなと思います。
上空に残った航空機打ち逃しかな。ここはガトー、カリウス、ケリー・レズナーです。思ったような、まあ戦果が出てないのは、まあ、ザクだからというのはしょうがないかもしれませんね。あとこれ誰か乗ってるかもしれないな、パイロットが。ここまで強いと3機のザクがやられてしまった。いや誰も乗ってない、ジムストライカーだ。いやジムストライカー強い、全然強いです。ジョニー・ライデンですけど、ここ耐えられるかな。ストライカーがいて、水中型ガンダムがいてっていうところなので、ジョニー・ライデンがやられる可能性が高そう。やられた。ジョニー・ライデンがやられてしまった。これはシーマかな。なんかだいぶ敵の格闘をかわして、反撃で倒してくれましたね。まあ、恐るべき、ベリーハードの難易度といったところかなと思います。さあ、ではトリントン基地ね、攻撃仕上げていきまーす。水中型ガンダム、ガルマで、撃墜。その他の敵ユニットも撃墜して回りましょう。まあ、このターンでね、基地中心部は抑えたいかなと思うので、総攻撃仕掛けていきましょう。多少損害が出たとしても、まあ、ザク系に関しては、この後、まあ、廃棄対象ではありますので、まあ、あまり気にせずね、仕掛けていきたいと思います。これで敵の基地中心部丸見えになりました。で、制圧していきます。トリントン基地攻略した後はですね、北上して北京、マドラス、この辺りを狙っていきたいかなと思います。では、ガルマザリ、少々になってますね。制圧します。基地中心部の制圧に成功しました。敵残存戦力を相当してください。敵部隊の反応はありません。はい、ドリントン基地攻略完了です。ちょっと手こずりましたけどね、順調だったと思います。グラナダのキシリア様からの通信です。お、キシリアから通信ですね。連邦軍のオデッサ鉱山地に対し、オデッサ作戦来てしまったか。敵の動向には十分に注意なさい。オデッサに一旦部隊を全軍移動させて、オデッサからマドラス、北京を狙う形に変えましょうか。ちょっと心配ですよね、オデッサの防衛という意味では。はい、なのでちょっとそのように変更していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、オデッサの防衛作戦を行っていきます。